うわうわすっごい、ほら牛タンそこで焼いてくれるんですよ。おーい、いやいいね。うわいいですね、ノエプリが。あーうまい。おいしそうですね。あ、ありがとうございます。うわっうまっ、おいしい。よかったね。超うまい。花輪チャンネル、どうも、花でございます。そして、ママです。はい、で、勝利くんです。はい、はい、勝利の大好物は何ですか？牛タンで、牛タンです。今日はですね、もう勝利の大好物、牛タンがめちゃくちゃ美味しい、うん、超有名店。あ、そうなの？うん、もう、日本で一番美味しいじゃないかと言われて。本当に川崎にあります、こちら。はい、ハッタンさん、ね、ハッタンさん、なかなかもう本当すごい混んでるんですけど、今日は予約できましたんで、行きたいと思います。はい、行きましょう。花輪チャンネル、いい感じでしょ、なんかね。いい感じ。雰囲気最高なんです。こんにちは。失礼します。こんにちは。はい、さあ、ということで、もう最高の雰囲気ですね。いいね。もういい、こういう感じで。好き、こういうところ。めちゃくちゃいいです。もう超老舗で、有名店で。そうなんだ。あの、やっぱおかみさんがお綺麗で、うん、有名人。綺麗だよね。うん。牛タンそこで焼いてくれるんですよ。おかみさんが。炭火で焼くんで。あ、すいません。ありがとうございます。すいません。じゃあ乾杯で。はい、乾杯。うん、すいません、じゃあちょっといいですか、はい、牛タンを3人前、はい、とりあえず2人前、あ、2人前、2人前で、ね、あの焼きたて召し上がっていただけるように。ああ、ありがとうございます。見てください、もうあそこにほら仕込んである牛タンが、どこに、そこにあるでしょう。あ、本当だ、すごいな。小見さん、あの牛テールスープも3つ、はい、はい、ありがとうございます。あと麦ご飯も3つ、はい、あ、私はあれがいい、うん、麦ご飯にとろろつけたい、とろろも2つください。じゃあ、はい、あとこの青唐辛子味噌漬けもください、はい、お願いします。うわうわすっごい、ほら、お店は 何年ぐらいになるんですか？はい、あの母の代から始めまして、今年48年目。48年、お母様の代から。私と同じ年だ。あ、そうだ、ママが生まれた時にできたお店ですよ、うん、焼肉屋さんにも豚がない時代だったって聞いてますので。そうですか、はい、牛タンがじゃあまだ全国に広まる前から。そうですね、牛タンを、母が宮城の出身、仙台の出身で、はい、あ、お母様が勝利に食べさせたかったんで。なんでその好きなんだろうね。なんで、いつから好きになったっけ。目の前で、あ、来た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 、え、もう来た、来ました来ました、うわ、うわ、え、いやー、おいしそう、しっかり味、きれい、味噌漬けもおもしして、はい、しっかり味がついてんだって。何もつけなくていいんだ、あ、このまんまでも、あ、味噌漬けでも食いたい。いや、うまいね。あ、ご飯も来た。これは何だろう、飲み込みで、しかもこれ青唐辛子で、はい、吸いながら召し上がってください。甘いコラーゲンたくさん出てきます、ね、ありがとうございます。一番美味しいコラーゲンね。それではじゃあいただきますかね、うん、じゃあ勝利くんお願いします。いただきます。はい、いただきます。いただきます。さあ勝利いっちゃってください。いっちゃってください。わー、いっちゃってくださいよ。美味しそうですね。あ、ありがとうございます。うわっうわっ美味しい。よかったね。めっちゃうまい。ママ行っちゃって。ママ行っちゃう。味ついてる。味ついてる。すごい。へえ。うまっ。うまい。おいしい。見てください。ほらこれ断面がちょっとほらレアな感じで。うわ。いただきます。うまっ。柔らか。おいしい。もう唐辛子。優しい味付け。うん、うまっ。おいしい。すいません、おかわりください。お、わぁ、なんだ、いや、いいじゃん、勝利、ありがとうございます。大盛りだ。すごい、すごい。テールスープ、これって醤油がいらないの。うわ、おいしい、テールスープ。
リンゴが大好き。ちょっと醤油入れて。じゃーん。これもうズルズルっていっていいかしら。いいよ、いっちゃおう。ちょっとお下品に。みんなこうやって食べるでしょ。うん、今日食べるよ。うまい。おいしい。いけ。うまい。見てほら、テールがさ、こんなでっかいのが入ってんの。すごいね。すごい。すごい。これかぶりついちゃおう。骨があるからね。骨があるよ。テールだから。ほろほろ。うま。とろろもじゃあちょっと俺醤油少し垂らしていいですか。こういう感じで。うわあ、とろろの粘り気もすごいな。とろろだからね。うわあ。うん。うん。牛タンが秒でなくなっちゃいました。追加しますか。ね、追加する？行こうか。じゃあもう2人前お願いします。お願いします。大根もめっちゃうまそうですよ。ほら大根、うわ中まで染み込んでますね。うまっ。やば。花輪チャンネル。あ、この、うわ、すごい。国分のアスパラですね。白野菜、マンガンで唐辛子、青森タコのニンニクコツ丸ごとホイル焼きにいたします。大阪選手の水ナスと生で召し上がっていただきます、はい、お茄子、夏のお野菜ですね。宮崎の長茄子は焼いて皮むいてお出汁かけてお召し上がりいただきます。それぞれいただきますか。全部いきます、はい、すいません、お願いします。お野菜も美味しいよ、すごいよ。来た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 。うわー来た。早いな、とんの。じゃあこれ下げてもらおうかな。すいません。うまっ。うまいやな。これもどんどんいけいけ。もう好きなように食べなさい、好きなだけ。柔らかいよ。サクサクしてる。厚みがいいね、あとね、うん、サクサクしてる、ね、うん、サクサクしてるね。柔らかいわけが、うん、やっぱこれ炭火だからだろうな。すいません、おかわりください。ビールに合いますね、牛タンはね、やっぱね。すいません、ありがとうございます。牛タンね、はい、歯ごたえがいいの。うん、分かる分かる。なんかサッて歯が入ってんの。何、どうした。サクサク抜ける。あ、そう、うん、口の中の音を聞くために耳を閉じてるわけですね、うん、だからの、おーい、いや、いいね。うわー、いいですね、飲みプリが。あー、うまい。やばシーラ、あ、すいません。いや、わかるわかる。牛タン最強だな。牛タンビールはもうね、最強だね、うん、あ、来た。水ナスをまずお持ちします。あ、水ナスだって。うーん、わー、文字を振っていただきますと、より甘さが増しますし、お味噌乗せていただいてもとっても美味しいです。文字、はい、文字より、はい、箸だと滑りますから、手で文字で。あ、箸だと滑るんだって。結構可能になっちゃうわ。じゃあ、手でいこうかな。すごいな、滑る。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、あ、うん、なんかに似てる味。うん、リンゴのような。あ、リンゴね。あー、わかる。へぇー、果物ですね。めちゃくちゃ美味しい。うまっ。本当にね、ビルが何だろう、これ。果物みたい。そうだね、リンゴ。甘い。そう、確かにちょっとリンゴっぽいかな。うん、ね、リンゴっぽい、確かに。クランジ唐辛子でございます。うわー、マンガン、マンガンジ？京都の地名なんだ。この大きいのいきましょう。ほら、うわー、大きい。
すごい、これも炭火で焼いてくれた。よかったね。熱くないか？熱くない？あ、絶対熱いよ。うまっ。全然辛くない。ピーマン。あ、でも俺と被ってますね。私も思ったけど、うん、ほら、ちょっと被っちゃってる。そんなないでしょ。え、そんな髪の毛ないでしょ。そんなないって言ってね。あ、美味しそう。あ、切った方がよろしいですか。あ、いいですよ、このままでも。はい、美味しい。かぶりつきます。文字をかかってますね。ちょっと待って、こいつがなんか言ったんだけど、俺の角に被ってるなって言ったら、うん、そんなないでしょ、髪の毛、うん、そんなないとか言ってんじゃねえよ。ハゲ、お前ハゲいじってんじゃねえぞ。ないよね。あるよ、もう。確かに。え、ただかき集めてるね、いろんなところから。前ね、ここで角が立ってたんだけど、最近この辺からかき集めてこう短くなって、あらららあ、あ、やばっ。うわっ、え、うわっ、ま、マジやばいよ。最近薬のぼかしで、ぼかし入れる。なんだぼかし、薬飲んでないから。マジやばいよ、急にまた薄くなった。うるさいんだよ。ありがとうございます。秋ナスは嫁に食わすなだって、うん、でも嫁だけど食います。お願いします。食べてください。んどうでしょう。うわ、重い。うまい。秋ナスは嫁に食わすべき、うん、ね、うん、めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいね。うまっ、うん、うわ、めちゃくちゃ美味しい。甘くて、うん、甘いな。うん、いく。おー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 、うん、うまっ。甘い。うまい。焼き加減最高、うん、ね、最高だね。うま、うん、そう、あ、はい、食べられます。うわ、油揚げ、え、分厚い。サクサク？私はかかってますが、味噌漬けととても相性がいいので、召し上がりになってください。うん、ほんとサクサク。美味しい。うん、うん、これ。この炭で焼いてんだね。うん、炭でね、サクサクで美味しい。うまっ。うん、やばい。サクサクだね。この間さ、うんうん、勝利がね、はい、学校から帰ってきてさ、うんうんうん、なんだ、漢字苦手だったって言うわけよ。うん、えと思って、うんうん、それは苦手に決まって、何にもできないから、うんうん、苦手に決まってんじゃん。うん、当たり前じゃんって言ったの、したらさ、はぁ、って言うのよ。あのさ、ママさ、今日さ、プール休みのさ、あれ、生徒手帳に書いたじゃんって。体調が悪いので、プールお休みしますって書いたのよ。ママが書いたのね。ママが書いたの。持ってきなって言って、うん、そしたらね、それ先生確認したんだって。うん、たら、お前が書いたらって言われてる、うん、僕じゃないです、うん、お母さんですたら、そんなわけがない、うん、絶対お前だろ、うん、体調が悪いのでお休みしますの、お休みの休みが体に入ってたんだけど、お退治の済みなのに。すごいね、一本入っちゃった。一本入っちゃった。それで、お母さんがこんな間違いするはずがない。大人が、大人がね、そんな間違いしないだろう。絶対お前だって言われて、ちょっと首かしげたまんまで、俺は、うん、嘘つきみたいに、ママのせいで嘘つきになっちゃった。じゃあこの動画で先生、先生ごめんなさい、本当にママができました。私がちゃんと書きました、すいません、お対しました。そうする、分かってください。ママが休みなんて書けるわけないじゃないですか。書けるよ、ただちょっとね、たまたま間違って、急いでたから間違っちゃった。花輪チャンネル。ニンニク来ました。あ、ニンニク大きいね。めっちゃ、めっちゃうまそう。青森県産だよ。うわ、でかっ、でかっ。うわ、皮むいて、うわ、ほら、皮がほらこうやって出てきちゃう。熱っ、かいね。うわ、絶対うまいじゃん。あか、うまっ。大きいよ、めっちゃでかい。これ大きさどうやって伝わるかな。すごい大きいね。私の鼻と比べればいいんだ。おっ、おっ、かわいくない。おっ、うん、
はい、さあということで、今日はパーセリになります。たくさんお届けしました。最高に美味しかった。良かったね。雰囲気もいいし。そう、雰囲気もいいしね。勝利君どうでした？うまかった。お芝居。じゃまた来ようね。リュウちゃんもね、多分。そうだね。あ、最後にこれ、ハッタンってこれどういう意味があるんですか？最初この椅子に書いてある一力っていうお店で48年前始めたんですけど、最初の一力っていう名前だったんです。で、まだ闘牛病があったんですね。BSE っていう牛タンが入らない時代が3年ぐらいありましたので、まあなんとか他のもので持ちこたえて、じゃあ新規一点、まあ一力だと何のお店だとわからないので、末広がりの鉢に牛タンのタンで発売にしようって言って名前を変えたっていうことなんです。乗り越えてね、今があるという。おかみさん、今日本当にありがとうございました。すいません、本当にお世話になりました。急に来てしまいまして本当にありがとうございます。お世話になりました。また来ます。最高に美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも来てみてください。ごちそうさまでした。